皆さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。概要。サウンドノベルの元祖である SFC ソフト、音切り層のリメイク版。同社のサウンドノベル、かまいたちの夜、街、とともに、サウンドノベルエボリューションシリーズの一つとしてリメイクされた。しかし発売されたのは3本の中で最後であるため、シリーズは、2、3、1の順に出たことになる。一度エンディングを迎えた後に、再びプレイすることで、選択肢が増え新たな分岐が現れるという、何度もプレイすることを前提としたシステム。主人公、公平と波は山道で車の奇妙なトラブルに見舞われてしまい、立ち往生してしまう。深夜である上に誰も見当たらない山中で、大きな洋館を見つける。そこで激しい雨が降ってきたため、二人は館に駆け込む。それが悪夢の始まりになることも、知らずに。SFC 版からの主な変更点。グラフィックは新規。格段に美しくなった。これにより、逆に想像する楽しみや、恐怖が薄れた、という意見も。主人公に、公平、というデフォルトネームが、付けられた。文章がすべて新規に修正されている。主人公の視点によるシナリオの、他、ヒロイン並みの視点から見たシナリオ、波編、に、ザッピングできる。SS 版、街、のように、特定の文章の、波、という文字から波視点の、シナリオにジャンプできる、というもの。ジャンプできる箇所が出現するかどうかは、文章によって異なる。波視点から戻る際は、主人公視点へのジャンプ箇所から同じように、戻るか、または一定量読み進めると、自動で戻る。ピンクのしおりの出現を、一度見たエンディングにもう一度たどり着くと、その続きを見ることができる、どんでん返しエンディング、システムが、採用された。これら追加シナリオは、本家同様長坂修慶氏が、執筆している。詩は、街、の総監督でもあり、本作には、街、の内容に、ちなんだ小ネタも追加されている。説明書で長坂は、控えめに、言って、30倍は面白くなっている、と、語っていた。評価点。エア BGM などは大幅アレンジされ、さらに恐怖感が増した。ミイラの絵は特に恐怖心を、煽るものとなった。ゲームデータの読み込み速度が、少ない。PS の CD、ROM は SFC 等の、ROM カートリッジと違い、必然的に読み込み時間が、発生するのだが、本作はかなり少なくなっている。これは、開発スタッフの五戸正明が、SFC 版、音切り層、と、同じテンポで遊んでほしくて、努力した、と語っている。問題点。改善されなかった点。そもそも SFC、音切り層、は、史上初のサウンドノベルとして、話題になった作品だが、システムには荒が多くあった。今作ではそれは完全に、解決できておらずほぼそのままの、状態である。ムービースキップは可能になったが、テキストはスキップできない。クリアするごとにまた最初からやり直しになるため、同じルートをたどるのにスキップができないのは、非常に辛い。即読み機能は一応あるが、条件を満たさないと使用できず、しかも攻略本を見ないとその機能の、存在自体気づけない、ほぼ裏技、であり、使っても文字の表示速度がちょっと、速くなるだけ。使用条件は、ピンクのしおりにした後、はじめから読む続きから読む、の、選択画面で L1 ボタンを、押しながら決定、いろんな話が入り乱れ、選択肢一つで他のシナリオに、
即移行してしまうため、シナリオ間の整合性が、周回するたびに合わない状態になる。SFC 当時は画期的だと、話題になったが、かまいたちの夜、や、街、他社のノベルゲームが多数出た後となっては、魅力的とは言い難いシステムとなってしまった。チャート機能がない。ただ一応、一度選んだ選択肢は色が、代わりチェックされるようになった。分岐の仕方が複雑怪奇な本作ではつけようが、ないとも言われている。もっとも、選んだ選択肢のチェックは前回選んだ、前々回選んだもの、といった区別は存在しないため、他のルートにいるためには色が、変わった選択肢であろうが、結局は再び選ぶことになる。プレイ選んだ選択肢を、メモでもしない限り、ルート把握が不可能。エンディングは無数にあるが、エンディングリストがない。無数、と言っても大まかな話の、流れのルートは10に満たない。周回を重ねるごとに選択肢で、エロネタや癖の強いギャグ、メタフィクション的な演出が、増えていき、どんどんカオスな状態になっていく。で、ある場面でヒロインの、私を意図しているか、という問いへの、主人公の答え。あ、意図してる、俺の魂を、見せたいくらいだ。B、大好きだ、恋して、愛して、キスして、C、お前だけだ、新しい女ができるまではな。追加要素における問題点。SFC 版もひらがなと、カタカナを混ぜ書き、オリジナルに、おお、どうなってんだ、うん、変なの、など、している部分は、あったが、書き直された際にこの路線が、パワーアップ。小説にとって文章は命とも、言えるが、その癖の強さが増した。2システムである、どんでん返しエンディング、システムがあまり生きていない。上記の通り、意図的に特定ルートに行くのがかなり難しいため、以前読んだルートの、エンディングの続きを見る、というプレイは困難を、極める。一度読んだルートに来てしまった人へのせめてもの、救済措置、といった方が、妥当である。そのどんでん返しも、何度も見ていくとどのエンディングも、最終的には、ドッキリだった、主人公を、試すためのテストだった、などのうちに、収束してしまうことが多く、こう冷め気味になる。ただし、最終エンディングである、間、にたどり着くに箱のどんでん返し END も、すべて埋めなければならない。中には二度三度ひっくり返るものもあるためひたすら面倒なことになっている。エンディングリストがないことも、そう待って、コンプリートするのはかなり困難。多重階層エンディングの、中には、特定の選択肢からしかたどり着けない、ものもいくつかあるため、意図的に埋めるためには同じルートに、いるように同じ選択肢を、選んでいくような必要があるなど、苦行と化している。ヒロインとのザッピングが、短い上に中途半端。ヒロイン、波の視点で一部の、シーンを読めるというものだが、主人公に比べてあまりに、能天気であったり、お化け屋敷の舞台裏を、見せられているようで小雨だ、という意見も、あり、賛否両論。波線について、もともとのシステムがフラグを、阿弥陀のように進む形式のため、波線でもそれは変わらず整合性は完全無視のままであり、波の視点で見ると意味ありげな彼女の、行動の謎が解ける。というわけでもなく、単純にカオスな内容のまま主人公が、波に置き換わっただけである。例として、主人公、怪奇現象に、怯えている。何、この危機を乗り越えれば、二人の絆はさらに強まると、考えて浮かれている、など。唐突に何が行方不明になるシーンがあるのだが、何視点でそのシーンを読むと、単純に怪奇現象が、頻発するこの屋敷で、一人で出歩いただけだったりする。そもそも、彼女は前編を通して、プレイヤーの選択、ルート分岐、によって言動がコロコロ変わる、という立ち位置にあるため、そんなキャラクターの視点から物語を、読んでも一貫性は保てない。彼女の心境の変化などを、知りたくても、上記のように主人公との、仲を深めたいなどと考えたり、舞台となる間の真相を、知っているのかいないのか思わせぶりなことを、考えたりですぐに主人公視点に、戻ってしまうのがほとんどで、ヒロインとのザッピング、というアイディア自体に、無理があったと言える。総評。
リメイクにより SFC 版から劇的に変わったと言えるのはグラフィックが中心で、もともと持っていた問題点の多くは据え置き、または問題点であるまま強化されている。選択肢によって節操なく、カラーを変えるシナリオジャンプに、慣れたファンであれば許容が、できるかもしれない。しかし、サウンドノベル式 ADV が、一般化した後となっては、本作の特徴は、不便、不自然、と、受け取られがちである。下地がこのような状態であるためか、追加された要素の評判も、芳しくない。オリジナルの持つ個性を捨てなかったことで、サウンドノベルエボリューションの一角としては独特のプレイ感を保っている。しかし一つの ADV 作品として見ると内容が混沌としすぎていた。残念ながら作品を消去させるには至らなかった惜しいリメイクである。その後の展開、メディアミックス。リメイク版発売以降、様々なメディアミックス展開がなされることになった。リメイク版の発売と同年、角川ホラー文庫より本作のノベライズ、音切り層が刊行されている。小説版の著者はゲームで、監修、脚本を務めた長坂修慶氏だが、主人公が怪奇現象を見て戦慄した直後に何事もなかったかのようにスケベな妄想を始めるなど、ホラーとエロとギャグのどれをやりたいのかわからない内容となっていた。ある意味、ゲームでのカオスさをそのまま小説にしたものと、いうこともでき、その意味ではゲーム版のノベライズとして再現度が高い。上記の小説版の続編として、彼岸花、奇跡という小説も発売され、三部作となった。また、彼岸花にも続編小説、死人花、幽霊花があるため、実質的には五部作である。後に、彼岸花も別のメーカーから2002年に GBA と PS2 でゲーム化されるのだが、PS2 版の詳細は、彼岸花、PS2、にて、角川ホラーコミックスより、服部あゆみによる漫画版、音切り層、も、存在する。独自のオリジナルストーリーになっており、こちらハマルで、リング、のような内容となっている。上記とは別に、小説版を元にしたコミカライズ、音切り層、そうよ、が、この双葉、もあり、こちらは続編の、彼岸花、も、同作者によりコミカライズされている。実写映画、音切り層も、奥さえ、奈美と直美の二役、主演で、2001年に公開されている。DVD も発売された。ゲーム版と小説版を、混ぜたような内容で、細部の設定は映画独自のものとなり、例として、直美が姉ではなく女装した兄など、小説版の展開とも、異なる内容になっている。肝心の内容はホラーを演出するためかカメラワークや演出加工が肩で見づらく、話自体も設定があまり活かされておらず酷評という散々な結果に終わってしまった。2005年にゲームノベル、ゲームブック、800日おかみの際、音切り層オリジナルゲームノベルも出版された。著者は原案、脚本の浅野一也氏で、ゲームの半年後の世界を書いている。このゲームノベルには5色が多く、純ソフトの公式 HP、公開終了際、加作者のブログで修正表を見なければまともにプレイできない。くらい良い点、世にサウンドノベルというゲームを広めた画期的な作品。シナリオルートもある程度ランダムで、読むたびに内容が変わるのは、後に同社が出したトルネコの大冒険を思わせる何度も遊べる要素が盛り込まれています。不気味な SE や BGM とともに、文章を読み進めると、ミステリーホラーの世界にあっという間に引き込まれること受け合いです。悪い点、前述のランダム要素のせいで、選択肢の選び法によって、尻滅裂なストーリーになることがあります。また、同じシナリオをもう一度読みたいと、思っても出すことが難しいのも、難点と言えます。そして、これはパイオニアマト作品に、
求めては酷なことですが、今でいうスキップ機能や既読読み飛ばし、読み返し機能もついていないので、非常に厄介です。何より、冷静に文章だけ読み返すと、実は大して怖くないストーリー。総合評価、文章に BGM や SE がつくことで、臨場感に溢れ、その世界見に嫌が応にも、引き込まれるという手法を、世に広めた偉大な作品です。今やるとしょぼく感じるかもしれませんが、当時感じた評価、感想は文句なしに最高です。霧の童話、意見。SFC 版、PS 版ともに、プレイ済み。先日、数年ぶりにやってみましたが、当時との印象の違いに、若干の戸惑いが、以下、その感想をば、怖さを和らげるための手法なのかも、知れませんが、文章の底かしこに寒い笑い、親父ギャグ、を挟んでくるのが結構煩わしかったですね。何より、ゲームの中核をなすメインストーリーが、後半以降、ウェットなものへと変質してしまうこともあり、ホラーに、泣き、の要素は不要と、感じている身としてはいまいち楽しめませんでした。怖さに特化したシナリオを、求めて選択肢のパターンを、いろいろ変えてはみたものの、どれも、出生の秘密、双子、母の、真意、といったキーワードに、縛られすぎていて話のバリエーションに、乏しく、出来は今一つ、なので開き直ってギャグ系シナリオばかりやってましたが、前述したように、笑い、という観点からプレイしても、平凡な印象を受けました。もっとも、発表された当時は、かなり楽しんでやり込んだ記憶があり、上記の悪い印象も様々なタイプの、サウンドノベルをプレイして目がこなれてしまった現在の、感覚で見ると、問題点として映るだけなのかも、知れませんが、SFC 版はすでに忘却の、彼方にあるので PS 版との、具体的な相違点を記せないのが、申し訳ないですが、PS 版は大幅に変更されたグラフィックや、追加要素として挿入されるムービーが、絶妙の効果を発揮し雰囲気作りに、大きく貢献しているので、新規にプレイするなら PS 版を、おすすめしておきます。名もなき詩人、意見。この作品は面白かった。怖いこれがこんなに楽しいなんてと。私はタイのホラー嫌い。怖いのが苦手というより、笑いもそうだけど、単一の刺激を求めて作品を、見るのはあんまり好まない。ラブストーリーも以前はダメだった。最近は食わず嫌いを止めていろいろ見るようになったら中には、面白いものがある。でも今でもホラーは、あんまり好きじゃない。しかしこのゲームは皆がホラーにハマるのが、わかる。怖い、面白いが実感できる。しかもこの作品独特の、気持ち悪さがある。髪の毛がなじって溢れ返ってきたお風呂は、さすがに参った。トラウマみたいになってしまって、自分の髪でもお風呂で掃除してて、取り除くの気持ち悪くなってしまった。しかもこの作品今から思うとかなりグラフィックしょぼい。怖いって気持ちになるギリギリの、グラフィック。私はマルチエンディングが、大嫌い。いろんなパターン出そうと必死になるのに、似たようなシナリオいっぱいやらされるから。次に大体は一本筋の、ストーリーより吐くっぺらくなる。こんなに、たくさん作る前に一つの、話しっかり作れと言いたくなる、ごまかしたものが多い。この作品だけはマルチシナリオ方式が、良い。いくつか気に入らない点もある。西洋風のポルターガイストみたいな作りから人間ドラマ、和風ホラーと千差万別ぐちゃぐちゃで、統一性がないので同じキャラと、舞台だけに雰囲気を壊される。ただいろいろやっと思ったのは、最初の方はそう思ったけど、後から考えるとありかな、と思えるほど面白い。雰囲気で良い映像作品より、自分で能動的に選択してるゲームの、場合、この飽きのこない作りの方が、後から考えると好ましい。雰囲気が壊れるはマイナス点であるが、飽きないと良い点も同時に、含んだシナリオだと感じている。絵と話の組み合わせのうまさ、それがこの作品に、一番感じること。レモン。意見。サウンドノベルの伝説がここから始まりました。しかし、文字と、音だけでテキストアドベンチャーを、超えた面白さってあるのかな、というのが最初の正直な感想ですが、ありましたね。本当に怖かったです。ギャグシナリオやピンクのシナリオもあるのですが、一回話を終えるかすべての、内容をクリアしないとたどり着けないというのが、さ。しかも最初の終わり方が、トラウマになるくらい怖かったです。波と無事に火事になった缶から出たと、思ったら、中から波と波の悲鳴が、はい、間違ってナオミ連れ出しちゃったんですよね。やっちゃったよ、あたしゃやっちまったよ、とゲームとは、
思えないほどの自己嫌悪に陥りました。ハッピーエンドかと思えるのもあるんですよね。実はナミが主人公を引っ掛けて、姉のナオミ、ミイラに扮した母、半4人に扮した弟、鎧をつけていた父の総出で、主人公をドッキリにかけました。な、だ、と思われるでしょうが、実はものすごく怖かったですね。素晴らしい出来だとは思いますが、シナリオも飽きることなく豊富で、と言ってもほとんどが怖い内容なんですが、互感に訴えるような内容なので、とても良い、で、現在、それは欲しがっていた友人に譲りました。持っているとなんか怖いので、下田の里、意見、いわゆる、サウンドノベル、の、やというべき存在で、当時のスーパーファミコンの、技術を余すところなく活かした名作。カップルが謎の洋館で様々な恐怖、一部ギャグや、セクシー描写などあり、を味わうという比較的オーソドックスなものですが、その演出、音楽や画像を入れるタイミング、の、うまさが嫌おうなく恐怖を、味合わせてくれました。また、選択肢によって極端に、ストーリーが変わったり、回を重ねるごとにヒロイン、ナミが、主人公を、呼び捨て、さん、くん、ちゃん、といった比較的普通の、呼び方から、キャップ、パパ、サマ、隊長、などと、変わったものに変わるお遊びもあって、長く楽しめます。唯一文句を言いたい点は、選んだ選択肢によって、尻滅裂な展開になる、ということ。エッチな展開になったかと、思えば別の選択肢によって、モンスターが現れ、さらに間違った選択肢を、選んで正統派ホラーになる、といった現象が、起きてしまうのは残念。この、シナリオの整合性に、型がある、短所の反省が、後の、かまいたちの夜、あるいは、類似商品におけるシナリオの、完成に一役買っているのかもしれませんが、これさえなければ迷わず、最高、を、入れるのに。
Thank you.
Thank you.
Thank you.